い、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、ウェアハウスさんの、インスタとかでね、今っていうか、結構前からやられてるんですけど、25周年っていうこともあって、その経年変化ですね、ウェアハウスさんのこれまでのですね、こう出した服で、経年変化をこうインスタでね、こう投稿したりとかして、ハッシュタグつけてね、やるとウェアハウスさんの方でこうそれをまあやってくれ、何ていうんですか、こう掲載してくれるっていうやつがあるんですけど、それにたまに見るとね、すごいこう面白いですよね、昔のやつとか。あとそれがまとまって、ライドリングさんから、雑誌も出てるくらいなので、結構いろんな経年変化をこう古いやつとか見てすごい楽しいんですよね。で、意外にそのデニムばっかりこうフューチャーされるとか、まあばっかりでもないですけど、デニムとかをこうメインでこうやってたりしますけど、でもやっぱりそのあれを見ると、スウェットだったりとか T シャツとかもめちゃくちゃかっこよく経年変化してるんですよね。ほんとヴィンテージさながらというか、はい、もちろんね、デニムも研究もものすごいし、クオリティもすごいんですけど、 T シャツとかの作りもちゃんとヴィンテージに合わせてたりとか、スウェットの方もね、丸胴で、すごいその編み機で、釣り編み機でこう編んだりとかして、本当にヴィンテージ通りになるような形でやられてるんだなって、すごいね、それを見てこう実感してですね。で、考えてみたら結構デニム以外にもウェアハウスさんのものを結構持っているので、だったら一人で今までのその T シャツとか持ってるやつをね、今どんな感じで経年変化してるか、そしてしていったのか、そしてこれからしていくのかみたいな感じでね、ちょっと確認 したくてですね、ちょっと動画にしてみようかなと思っております。で、結構量が多いのでサクサク、行こうかなと思うんですけども、ちなみに今着てるのもこれ、ですね、Z ストックブルーですね、はい、のジージャンと、中もウェアハウスさんの、七分の、やつです。で、結構ね、量が多くて、今見せるのが決して全てではなくて、まだまだ結構ね、 T シャツとかいろいろあるんですけど、とりあえず、結構着たなっていうやつを、ピックアップして、持ってきてます。はい、これあれですね、ウェアハウスさんのシャンブレーですね。これも定番なのかな、多分。おそらくね、これはね、ワークだった気がします。ワークのシャンブレーの、シャツですね。はい、これはね、着用がね、そこまでも、もったいなくて、そこまでがっつりまだしてないので、そんなに言ってもね、してない気はします。ただまあね、首のあたりとかはちょっとこう変わってきてます。これもシャンブレーなんで、どんどんまた色が薄くなっていくんでしょうけど、今のところそこまで大きな変化はないかなっていう感じですね。はい、これちょうど今日着てたので、洗濯する前に見せようかなと思って、はい、出してきました。で、そういう流れで言うとですね、今日それの下に着てたのが、これも同じくウェアハウスさんの T シャツなんですけど、これはね、結構去年の夏に買ったんですけど、結構首元の色は褪せてきてますね。はい、だいたいやっぱ T シャツ、ざっくりさっき見ましたけど、やっぱ首元ぐらいからちょっと色褪せが来るかなっていう感じがしますね。あと干してる時に肩とかが焼けやすいのかなって、やっぱどうしてもこう当たりやすい部分なので、肩、首、ネックあたりが一番経年変化しやすいかなって感じですね。ただ今のところ首は色がちょっとその褪せてきてありますけど、くたりはしないですね、してないですし、なんか多分ね、くたる感じではないですね。結構ここは厚くくたらないように多分縫われてるんで、多分ね、そこまでくたらないと思います。さあ、本当に量多いな。で、これがあれですね、これも多分去年だったかな。はい、これもね、やっぱ首元ぐらいがちょっとこう、なんですかね、ネイビーがちょっと褪せてきてる感じですね。はい、これも多分ここがもっとどんどんひび割れていって、もっとパキパキこう取れていくんだと思いますね。はい、なんでもうちょっと来たらもっとヴィンテージっぽくなっていくんだろうなと思いますね。はい、こんな感じですね。はい、もう T シャツなんか結構消耗品って割り切って、もうなんか一夏とかね着て終わりみたいな、それもそれでありだと思うし、こうやって経年変化させてというか、もう勝手にしていくんですけど、これも味として込みで、逆に5、6年、10年
こう着続けるっていうのもありだとは思いますね、はい。まあ、T シャツの場合はそしてこれはですね、文字がちょっと焦ってきてる感じですかね、毛羽立つというかちょっと薄くなってきてる感じですかね、ちょっと白っぽくなってきてますね。特に白ですけど、そう T シャツはやっぱりそうなんですかね、汚い汚れはもうちょっと結構きつい気がしますね。まあ、ヴィンテージのなんかこういかにもヴィンテージライクな全体なこのなんか飛び散ったような汚れっぽい雰囲気とか、なんかこうペイントっぽい感じの雰囲気はありだとは思うんですけど、例えば致命傷ならもう脇とかですかね、脇が黄ばんだら、まあ、それがこう色を落とせればいいですけど、もう脇が黄ばんだり、まあ、首根っこのあたりがもう真っ黒というか茶色とかになったら、ちょっとそれはもうヴィンテージ風というよりかはもう本当にただ汚いだけなので、でもそうなったら捨てた方がいいんだろうなっていう、処分さすがにした方がいいんだろうなっていう気はしますね。あのヴィンテージっぽいこう綺麗な汚れってどうやってやったらそうなるのかよくわかんないですけどね。でも多分いくらヴィンテージもちょっとね、脇が黄色いやつが出てきたらさすがにそれはねかっこよくないんじゃないかなと思うんで、まあ、そこは線引きかなと思いますね、はい。これも、七分の、あ、違う、T シャツか、普通の T シャツですね。今俺が着てるやつの七分の半袖のやつですね、はい。これもね、結構去年着たんですけど、やっぱりネックというか全体的にちょっと毛羽立ち、ちょっと白っぽく薄くなってくるような感じですかね。汗てくる感じですかね。これ、あの、佐伯さんに見せたあの T シャツほど、グリーンのやつほど、首周りはあの分厚くないですけど、それでもまあくたる感じではないって感じですね、はい。あの T シャツも結構2タイプ、大きく分けてですね、大きく分けて首2タイプあるじゃないですか。結構こうがっつりなんていうんですかね、ほんと今さっきみたいにこの結構がっつりしてるって全然丈夫そうなやつと、もう結構だるっとすぐなっちゃうような、あの結構こうペロってめくれたりとか裏側にペロっていっちゃうような、ただそれはそれでかっこよかったりもするので結構好き嫌いかなって感じですね。個人的には結構ネックはペロってこう緩くなる方がどっちかといえば好きですね。あんまりこうずっと一緒だと、まあ、雰囲気がこう出ないし、あんまこう首元カチッとしても好きじゃないんで、どっちかというとこうゆるっとなってきて、最初はちょっとこうあれですけど、だんだんゆるっとしてきてもいいかなとは思うタイプなんですけど、そうでもね結構なんだろう、ここら辺のあんまり変化しないやつも色だけ変化するのも面白いかなと思って結構買いましたね、はい。これもダックディガーの方かな、これは、違うダックディガーじゃない、ヘラーズカフェの方ですね、はい。これも多分ここはどんどんこう取れていくと思うんですけど、まあまあまだ取れてないので、まだまだ着込みが足りないかなっていう感じですね。で T シャツでいうとこれが多分一番変化していて、っていうのも多分もうあの変化させたくて、部屋着として結構がっつり着ては洗濯して着ては洗濯してってがっつりやったんですね。これがね一番色的にこう変わったら分かりやすいかなと思って、いや白ってちょっと分かりづらいじゃないですか。なんでこれのエンジがこうどんどんこう色抜けていく感じが分かりやすいかなと思って、これをまあ実験的に家着にして半年ぐらいですかね、着用して、もうほぼ2日に1遍、3日に1遍くらい、着ては洗って着ては洗ってを、やってるうちにしてって感じなんで、結構ね首元のあたりは色がもう違う感じしますね、はい。焦ってる感じはしますね、明らかに。でもやっぱり同じ最初に見せたグリーンと同じタイプですけど、やっぱりね首はタフですね、はい。言うてちょっとやや緩くはなってますけど、だるんって感じではなくて、こういい感じにこう何ですかね、ちょっとこうくてっとした感じはしますね、はい。これも多分まだまだ着込みは足りなくて、ここが多分どんどん取れていって、これもどんどんこの何ていうんですかね、何だったっけな、このモフモフしてるやつ、こいつがまあ取れていくだろうなと思います、はい。でペイントも混ざってるんで、どっちもこう焦って取れていくのかなっていう感じなので、ここら辺も最終的にはほんとヴィンテージと分かんないぐらいのところまで行くんじゃないかなと思いますね、はい。いやほんと多いな、
これはね白なんでねちょっと伝わりづらいと思います。はい、白はね、やっぱり汚れたら結構ショックなので、ここら辺はね、まあ、汚れたら漂白する前に一回なってないですけど漂白するかなと思ってますね。はい、これはネイビーで、このロンティも結構好きで着るんですけど、どうですかね、まあ首元、そうですね、まだそんなにこう見せておーって変化したねっていうほど変化はまあないかなっていう感じですけど、でも結構着てる方ですね。はい、はい、あとはそうだな、これも結構きましたね。これもね首周りが結構毛羽立ってる感じの、まあ、使用感ありますみたいな、まあこれを例えば本当に何ですかね、こう売る販売に出すってなったら、まあ、確実になんか S ランクとか A ランクとかだったらもう B か C ぐらい、まあ本人の俺はまだまだ全然着れるし綺麗だなと思っても、まあ、売りに出すとしたらもう多分 B ランク以下は間違いないかなっていうぐらい、もうこれももう出てるしっていうくらいやれてはいますね。でももちろん全然本人が着る分にはピンピンしてるというか着る十分十分って感じですけどね。はい、やっぱ首あたりが一番こう早くくたるというか、まあ、ダメージ経年変化しやすいかなっていう感じですね。もうちょっと焼けてくると面白いんですけどね。これもダックディガーですね。これもね、最初結構硬い生地の感じでしたけども、結構パラッとしてます。パラッとってなんだ、チャーハンじゃあるまいし、なんか結構まあくたっとしてますね。はい、オレンジがね結構鮮やかだったんですけど、これももうちょっとこう馴染んでというか薄汗てきたらもうちょっと古着っぽく着やすくなるかなとは思ってるんですよね。今でも別に全然この発色のいいオレンジ全然嫌いじゃないんですけど、そう言うてもあんまりこうガツンとオレンジっていうよりかはちょっと汗てきてヴィンテージっぽくなってからの方がやっぱ着やすいかなっていう感じですね。これも結構昔に買ったやつなので、あれですね、結構着てる方ですね。着は長い方です、着歴は。はい、なんですけど、まあ首がやっぱくたっと、うん、ちょっとこれは形が保ててないぐらいちょっとくたっと着てるかな、首の感じで言うと。でもまあそうですねポケットの感じとかももうちょっと色が変わってきたら本当ヴィンテージっぽくなるかなという期待はありますね。はい、こんな感じですね。あと、そうこんなもんですかね。 T シャツで言うとこんなもんです。あとはもう何度もお見せしてますが、これ1年履きまくったウェアハウスさんのジャンキーさんとの別注の対戦モデルのデニムですね。はい、まあ、これはもう他の動画で何度もお見せしてるんで今更な感じですけど、こんな感じですね。はい、はい、こんな感じです。ウェアハウスさんで今持ってる中で一番多分色落ち進んでるのはチージャンですかね。これはねまだ半年ちょっと7ヶ月ぐらいかな着てる。これもちょっと前まで寝る時に着てたんですけど、寝る時に1ヶ月ぐらい寝る時に着てたんですけど、ちょっとねやっぱ疲れが取れないなと思ってちょっとやめましたね。あとちょっと最近暑くなってきたんでもうちょっときついなと思ってちょっと脱ぐようにはしてますけど、はい、これは結構緩く着てたんでそんなにがっつりこう跡はついてないんですけど、跡というか変化はしてないんですけど、でもまあまあ出てきてはいるかなって感じですね。はい、こんな感じですね。1927モデルのやつです。はい、で一番変化してるのは多分これかな、2002WX ですかね。これが多分一番着込みしたのでウェアハウスの中で、旧バナーデニムかなのやつですね。はい、こんな感じですね。こんな感じですね。はい、なんかウェアハウスのデニムの真骨頂って感じので、これも多分俺インスタで上げたのかな。はい、色落ちのやつで一番まあこれが激しかったのでこいつをあげましたね。はい、雑誌にはもちろん載らなかったんですけど、はい、こんな感じでね、いま
ました。はい、というわけでね、そうですね、まあ、今日着てる上着てるのもこれからぐいぐい行きますけど、はい、こんな感じですかね。というわけで、まあ、まだまだなんですけれども、 T シャツもでもね、なんだネックの感じで言うと結構着ても、着てるやつで多分1年とか1年以上着てると思いますけど、首もまだまだ全然くだらないし、色もね結構その経年変化して楽しい色が結構多いじゃないですか。このグリーンのあたりとか色合わせも楽しめそうだし、やっぱ王道のナースコンとか、なんだっけ、エンジの色とかね、ワインレッドっぽい色とか、はい、なので経年変化好きでね、 T シャツ、まあ、毎年買うのもありですけど、まあ、ちょっとねいくつか買ってみて、経年変化して、もう何年というスパンで楽しむのもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日はですね、ウェアハウスさんの、経年変化についての、いろいろ服を見てみました。はい、本日もご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。これに関連動画出てますし、ここにチャンネル登録のボタンありますので、ここをぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。